はい、年またぎ3連勝、東条個人3連勝、フェニックス28戦ラスなし、はい、もうこれは盆と正月が本当にいっぺんに来ちゃったみたいな。本当に来てますよこれ。正月はもう本当に来てるけども盆まで盆まで、はい、来ちゃうんですかねこれは。いやー、ついにフェニックス、いやだから羽ばたく時は来たか。やっぱ自信って大きいですよね。あった自信がなくなることも自信ってあるわけですよね、はい、あ、そうですよね、はい、でなかった自信がそれ自信じゃなくて過信だよっていう風に変わることもあるわけじゃないですか、いや人間のこうメンタルって難しいなと思いますよね。裏付け、その自信に対する裏付けが確かなものなのか、はい、それともこう危ういものでそれが自信に見えるだけなのかとかいろいろあると思うんですけど、はいはい、今日の東條さんの自信は本物ですねこれはね。あの本当にトンの一曲の8000打った手、うん、あとあの3万ガドラのウッパー層のリーチ、はい、もうあのあたりから本当にちょっともう気もこっちも乗せられますものね。乗せられましたね、はい、見てて、まあ、さっきも言いましたけどね、気持ちがいいと、気持ちがいいです、持ってくれという気になりますもんね、はい、なりますね、うん、そんな素晴らしいマージョンを見せている東條ですが、これは黙ってないですよ。どうぞ茶番やっていいですよ寸劇やってくださいあの今年のルーキー対決の親はなんと、はい、伊達さんですから。そんなことさせるわけないじゃないの。私の前で随分でかい顔してるわねあなた名前なんて言った、うん、東條、ほーそいつはすげえなと私今何位か知ってんの、個人1位なのよ。あのさ、はい、伊達さんそんな性格悪いの？そんなないです。いやいやいや、寸劇、今寸劇仕立てです、はい、なるほどね、はい、でもねそんな風に見えます、面白い。いやでもね伊達はね、うん、本当にこうあの魔界気の強いね、見てて本当にこの選手も楽しい選手です、うん、さ、はい、すごいキョロキョロしますよね。あ、伊達ですか、はい、なるほどなるほど。なんかもう選手のその傷なり、はい、まあ手出しなのか、もう絶対見逃さないぞみたいなね、一挙手一投足見逃しませんよ、うん、私はと見てますよと、はい、私は見てますよと、うん、さあ、この初を切ると東條がポンして転敗ですが、まだ切らない。あ、さすが丁寧ですね。で、さっき の, あのチューン打たなかったのもそうですけども、はい、うん、いや本当にあのチューンとチーマン切らなかったのはやっぱ本当に素晴らしいプレーですよね。素晴らしい、うん、やっぱ見てますからその分、はい、俺だったらもうみんなよって言っちゃいますけどねそんなみんなよどこかにそういう察知能力っていうんですかね、やっぱりね、これはもう彼女は、はい、まあ、そんなにプロ歴は長くないかもしれないですけど、でもやっぱりその中でしっかりと培った経験、はい、スキルがねちゃんと形になって実を結んでますよね。またその力を出す能力、発揮する能力っていうのがあるんでしょうね、その舞台で。それがすごいんですよ、はい、やっぱりチャンスがあってそこでちゃんとこう活かせるかどうかっていうのがね、どんな世界でも重要ですからね。いよいよか、まだ9ピンかこれね、チートイツにしたいんで、初もしかしたらギリギリまで残すかもしれないとなるとウーピンなんていうのも出てくるか、まあ、赤ウーピンもあるが、一応ちょっとメンツって厳しそうじゃないですか、ウーピンだ、うん、こうなると初結構遅くなりますね、かなり遅くなりますね。天敗だ、リーチまである、関係ねえ、リーチだな、リーチに来た、決めに来た、あります、3層2枚、ローソー1枚、3山、これはね、伊達さん、ちょっと押し返すのかなり厳しい形になるので、はい、日向さんの動向によっては降りる選択もあるかもしれないですね。これ補充するともうほとんど3着落ちちゃいそうで、はい、万願のつも上がりまでならこらえれるんですよね。そうなんですよね、2100点差、うん、この手ですからね、これは。で現物 パーソー1枚、はい、あと何ですか、中筋で一応ウーソーですか、今ウーマンが通ってかなり増えましたね、これはね、やめるかもしれませんか、フェニックスおめでとう、お、いい発音で来ましたね今。いやだって僕たち全部見えてるから、はい、そういうことも予想しちゃうけど、岡田さん、抜いた、抜きましたね、まあ無理ですよね、ですね、はい、日向の、はい、ペンチーマン引きからの押し返しどうですか、あ、これが怖いですよ、これはある、はい、チーマンが3枚残っててピンフドライチですね、ごめんなさい、チーマンは3枚残っ、2枚ですね、あ、表示入ります、表示入で1枚と2山ですね、はい、これはね、あのアベマズファンに怒られちゃうな、
まだありますよ、まだありますよ。ただ、はい、これペンチーマン残りでももしかしたら行くかもしれないですね、どうせ3着なら。チーマンが、あのヒルさんが、私萩原さんをちょっと騙しちゃいました、すいません、うん、チーマン1ですね。なんで騙すんですか。いや騙、ああれこれは話をすり替えてるんじゃないですよ。はい、9番筋です。これ中筋の嘘ですか。中筋の嘘言った、うん、ああそうですか。1枚だと1枚今目に、ああでも重なった。これはでかい、これはでかい。先に3ピンもう1切っていきますか。パーマンはないですが、まあ、チーマン引きでドラ勝負もあるか。3番手4着に落ちることはなさそうだ。そういうことですよね。であれば3ピン切ってチーマン引いたドラ切りリーチもある。まあ、どうせ3着なので押し得な局面ではあるのかもしれないですよね、はい、これは9万引切って3ピン回り伸びたローピン同じですもんね、やってることはね。確かにこの9万でまたこれ伊達さんが楽になりましたね。お、なるほど、はい、私まだ頑張れるわと、頑張れるわと、いっぱい余裕できたわと、できています、選択肢ができたわと。ただまだあるぞ三郎荘。9ピンやべえ俺、伊達9ピンも取りましたよ。はい、フラグ立てちゃったかな。粘れる粘れる粘れる、これだ。俺は M リーグ分かってない、みんなすごいやっぱりごめんなさい。あの瞬間の一筋なんていかないんですよね、これ本当に怖い。ただ東条の三郎荘十分ある。今日はここまで強気な強気な選択、宝珠をして上がって、宝珠をして上がってを繰り返してここまで来ました。現在トップ目、いや後ろがないなら3ピンか数万勝負だ、うん、勝負ですね。これだってローピンポンでも OK ですもんね。ローピンポンは3900で、まずは、伊達をかわすことができますね。あの2着に上がれますもんね、はい、そしてローピンありますよ。ローピンはあります。ただサブロー層が減ってないんじゃないですか。減ってないんですよ、おそらくまだ3枚。見てる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 。さあギリギリのところでテンパイ上がりを狙っていく、うんうん、なるほど。いやー積もった、高めだ。3600裏裏の3600は伊達が3着だ。親かぶっての裏裏リーチ、積もいいペーコー赤裏裏、とんでもないぞ今年の新入生たちは。萩原さん、はい、生きのいい選手が多いですね今年は。だから言ったでしょ。はいいやー、伊達、松ヶ瀬、そして東条、新加入の3選手がここまで大暴れ。本田だって暴れてるわい失礼しました